張子は、新末民発の政治家、北京政府の要人。字は、大杉、大三。別号は長官。原名は、育元。祖籍は、河南省海封府。1904年、人員化巨人。以後、福建省で官歴を重ね、福建学務所総弁や警察学堂監督にまで、至った。節僧特掌寺からは任用されなかったため、張子は、 東三世に移動し、吉林省や法天省で、死を、務を命じられた。中華民国成立後は、統一党に加入する。1912年5月、長足死を運死に就任した。遠征外が、臨時大総統に就任すると、長子は、領順死を運死に移動した。翌年7月、北京政府の財政部死を、務光備所所長県事要改良会会長に、就任する。 9月、財政部次長兼主を、ストム署署長に昇進する。1915年6月に一旦免職となった、ものの、その翌年4月から7月までまた任している。その後、強行事務局局長などを経て、1920年8月に、平成局総裁に任命される。翌年12月、両氏内閣が発足すると、長子は、財政総長に任命され、死を、 勤務む所所長、平成局総裁も兼任した。続く河井行臨時内閣でも財政総長の地位にあった。1922年3月、休暇課外を立てて事実上辞任した。1923年8月、高齢代理内閣で大勝都市の公認として処理財政総長に復帰した。しかし、金法老案での対応に苦しんだため、11月に辞職した。 北京政府崩壊後、長子は大連に居住した。1935年12月、被殺政務委員会委員長の総鉄言から顧問として招聘されている。1937年12月12日、天津にて病没。去年63。ありがとうございます。